皆さん、ヤッホー、リクチャンネルのアロミです。今日は11月4日ワンピースカードゲーム頂上決戦の発売日です。で、前回にこの動画で一番最初のブースターパックを30パックくらい開けて、で、皆さんコメント欄見て分かる通り、ロミが30万のシャンクスが出たみたいに言って、でそれが間違っててコメント欄が結構荒れちゃったんですけど、今回も無事ね、見てください、頂上決戦買えました。でも前回よりもう買うのがめっちゃくちゃ大変でした。もう買えただけでもマジで嬉しいので、今回こちらの今日発売のワンピースカードゲーム頂上決戦一気に開封していきたいと思います。そして今回話題になってるスーパーパラレルの30万のエースは出るのか、それでは開封していきましょう。はい、じゃあまず今回ゲットした個数なんだけど、まず夜中にね、10店舗くらいコンビニ行って、ローソン、ミニストップ、セブンで、この1パックはミニストップでゲットしました。セブンでの情報が一番多かったから、セブンばっかり行ってたので、あ、ミニストップある、まあワンチャンあるかもしれないから行ってみようって言ったらあって、でも1人1パックまでで、レジ見たら残り2パックで前に人いて、本当にラストで、優しいお兄さんが先に選ばせてくれて、これを選んで1パックだけ買いました。本当にね、焦った、全然なさすぎて。で、次ゲオなんだけど、ゲオもやっぱり個数制限があって、まあ抽選販売とかじゃなくて一般販売はあったの良かったんだけど、やっぱり1人6パックまで、で、ロミとお父さんで12パック、そして計13パックです。で、今回ね、頂上決戦っていうことで、エースのスーパーパラレルカードが、一番レアなのかな、多分ね。前のシャンクスのエースバージョンみたいな感じで、背景が漫画になっててみたいな。それが高くて30万とか、まあ、あんま期待してないんだけど、パラレルカード1枚くらいは出てほしいなって感じです。はい、じゃあ早速ちょっとさ、このね1パックなんか貴重だから、これ最後に開けます。ミニストップの1パック、最初はゲオのやつから開けていきます。で、パッケージ見てめっちゃかっこいいの、ほら、頂上決戦だから、白ひげとか赤犬とかエースがねメインで、でもね、ワンピースレッドの歌とかもいんの、マジ楽しみ。歌のパラレルカードとか超欲しい。で、まあ一番の狙いはそのエースなんだけど、他まあシークレットとか、まあ、歌も欲しいし、あとね、サンチのパラレルカードも欲しいの。はい、ラインナップ121種類なんだけど、13パックで78枚コンプリートできないです。はい、ラインナップこんな感じ。ここに載ってますね、リーダーカード、前みたいにね、リーダーカード、シークレットレア、スーパーレア、レア、アンコモン、コモンって感じです。いや、緊張する、前回よりね少ないから。開けます。で、6枚入りです。じゃーん、あ、サルです。最初サルですでした。やっぱり頂上決戦のさ、マリンフォードとか、インペルダウンのキャラ多いね。いきます、2枚目。じゃん。お、タシギ。え、かわいい、嬉しい、タシギ。これ2年前のあれですね、アラバスタかな、これ多分。あ、で、裏は、こんな感じですね。前と一緒です。カードゲーム、ワンピースの。じゃん。ゾロ、ゾロだ、これリーダーカード。あ、違うわ。全然違かった。はい、ゾロです。え、やった、嬉しい。お、ソリティア。あ、110海賊団ね。次いきます。じゃん。お、ヘルメッポ、ヘルメッポ、え、嬉しいんだけど、え、コビも欲しい、コビも欲しい、いきます。じゃん、白ひげ、え、待って待って、これレアじゃん、え、すごくない、やば、超綺麗、これパラレルなのかな。あ、で、ドンカード、これ前と一緒ですね、ドンカード。え、待って待って待って、ちょっとね、ツイッターでさっき見てたの、どういうパラレルがあるかとか、これ公式のツイッターなんだけど、で、前みたいに間違えたら結構コメント荒れちゃって、ワンピースのファンの方にマジ申し訳なかった。で、もうちゃんと調べてるから、今これが欲しいの、ロミ、サンジのパラレル欲しくて、これパラレルですね。で、この白ひげは通常かな、多分、うん、通常版の白ひげでした。でも嬉しい、え、かっこいい、筋肉ムッキムキ、え、嬉しい、いきなりいいの出ましたね、結構。いきまーす、じゃん、あ、リトルオーズジュニア、え、めっちゃ可愛い、これ頂上決戦来てたね、うわ、嬉しい。いきます、じゃん、お、モージーバギーのね、じゃん、ジャンゴ、ジャンゴもいたね、頂上決戦にね、じゃん、お、あ、技名カードだ、技名みたいなやつ、そう、あったね、そういえば。これゾロの三刀流、お、おにぎり、一番定番のやつじゃない、いきます、じゃん、お、モーリー、じゃん、スモーカーだ、やった、タシキ出たからスモーカー嬉しい、じゃん、あ、普通のドンカード、このドンカードのシャンクスバージョンがあるらしくて、それ欲しいわ。はい、3パック目いきます、じゃん、
あ、ワンダ。え、かわいい。キャロットもいるのかな、じゃあ。じゃん。お、アトモス。え、これ全然見覚えないんだけど、ごめんなさい、全然知らなくて。あ、白ひげ海賊団だって。じゃん。あ、スフィンクス。インペルダインにいたね。かわいい。嬉しい嬉しい嬉しい。じゃん。お、ストロベリー。じゃん。あ、技だ。お、サンジの技だよね。じゃん。お、ミスタースリー。マジね、ルイ結構ミスタースリー好きなの。ミスタースリーとバギーの会話マジ好き。次。あ、ドンカードかも。はい、ドンカード普通のです。じゃーん。お、え、猫まぶし。え、嬉しい。スーロンじゃん。スーロンの猫まぶし。じゃん。お、イワンコフ。イワンコフニューカマーランド。じゃん。お、ドグラー。ダダンのとこのね。じゃん。山火事。じゃん。ホワイティベイ。え、全然見覚えない。じゃん。サカスキ。え、待って待って、これはパラレル、パラレルですか。これは確認します。怖い、もう間違えるのが怖くなっちゃってる。みえ、待って、よくない、サカスキ。うわ、嬉しい。待って、超嬉しいんだけど。あ、通常版のサカスキです。え、嬉しい。え、引きよくない。通常版だけど、これレアなのかな。どこに書いてあるんだろう。あ、スーパーレアだ。ここに書いてあった普通に。ほら、ここに SR って書いてあるから、スーパーレアですね。うわ、嬉しい、めっちゃ嬉しい。いきます。じゃん。お、かぶり、初かぶり。ジャンゴです。ジャンゴかぶり。え、リトルオーズジュニアかぶり。え、待って、かぶり。あ、これ出てない。ミノタロ、ミノタウルスだ。ミノタウルス。じゃん。あ、トキ、トキいいね。じゃん。地獄の審判、インペドラ、これ出てますね。はい、これ普通のドンカード。あ、で、ボックスで買ったら、ボックスの購入特典もあったんだけど、まあ、バラだからね、それもゲットできませんでした。じゃん。あ、ストロベリー。はい、かぶり。あ、ジンベイだ。え、見て、これレッドのじゃん。え、めっちゃかっこいい。ほら、映画のジンベイです。え、嬉しい。はい、かぶり。え、チョッパー。待って、こんな続く映画のチョッパー。え、超かわいいんだけど。ハンコック。待って、嬉しい。これパパが嬉しいやつじゃん、絶対。え、嬉しい、やった。じゃん。え、待って、ね、すごくない。映画のさ、カードがさ3枚出たんだけど、ほら。え、めっちゃ嬉しい。で、ドンカード普通のやつですね。えー、やったー、嬉しい。じゃん。お、かぶってない、ドボン。じゃん。あ、かぶりおにぎりね。これもうさ、3枚目ぐらい。あ、え、これ好き、めっちゃいい。ちょうどさ、着いた時だよね、イワンコフたちと一緒に。インペルダウンオールスター。じゃん。お、ツルさん、ツルさん。じゃん。あ、イスカ、イスカ。お、かぶり。はい、映画のルフィですね。かぶりです。これ残りゲオのやつは5パックです。前回もロミ、そのシャンクスだけかな、パラレルは多分。これマジ好き、超好き。ほら、めっちゃ名シーンだよ、白ひげの。うわ、嬉しい。じゃん。お、いや、もう、あ、これかぶりですね、山火事。あ、またかぶり。じゃん。ミノタウルスかぶり。ガープ。え、嬉しい、ガープ。めっちゃ嬉しいんだけど、レアかな。じゃん。あ、かぶり。なんかさ、ここら辺見てさ、ちょっと光ってるからさ、期待しちゃうんだけど。じゃーん。はい、かぶり、かぶり。あ、出てない。ブレンハイム、これ出てないね。出てない。あ、シシリアン、出てない。ハンコック、かぶったけど嬉しい。かわいい。え、かぶり、ミスタースリー。あのさ、ドンカードも出ないね。あの、シャンクスのドンカード。めっちゃ欲しかったんだけど。で、なんか、あの、友達も結構探してて、やっぱ個数制限があったみたいで。やっぱね、でも個数制限あった方がいろんな人買えるからね、いいんだけど。え、じゃん。お、戦闘丸。え、これめっちゃ嬉しい。戦闘丸。あ、かぶり。映画のジンベイ。猿です。かぶり、かぶり、かぶり。あれ、このスモーカーは出た。かぶりですね、かぶり。え、見て、これしか新しいの出なかった。まあ多分前のやつも誰だ、ロッキー、レイですね。レイがめっちゃ帰ってる。あの前のブースターパックも、あの、最初日売り切れたけど、何週間か後にまた再入荷してるところもあったから、まあ、いつかまた出るから、皆さん、あの、高く売れ、あの、メルカリとかのやつは買わないで、気長に待った方がいいです。じゃん。ローだ、ロミの一番の推し。しかも映画の。え、待って、めっちゃ嬉しいんだけど。え、超嬉しい。いや、嬉しいね。今回コラソンもいいの、ラインナップに。うわ、嬉しい。お、月光モリア。あ、これかぶりですね。ドーベルマンかぶり。あ、じゃない、出てない出てない。白ひげ海賊団出てない。じゃん。エースだ。でもこれは通常版のエース。え、嬉しい。でもめっちゃかっこよくない？うわ、かっこいい、嬉しい。これはレアかな。
レアですね。あ、スーパーレアだ。スーパーレアのエースですね。え、かっこいい。いいね。うん、マジでレアだから本当に出にくいんだよね、そのエースが。あ、今日はラスト1パックです。どうでしょう、怖いな。あ、うわ、嬉しい。これイワンコフのデスウィンク。お、え、サウロだ。サウロはめっちゃ嬉しい。サウロ、サッチ。これね、サッチマジかわいそうだったから。あれ、サッチだっけ、あの、あ、ほらほらほら、やっぱり黒ひげにね、殺されちゃったやつね。サッチマジかわいそう。え、じゃん、あ、技名ですね。あ、ジンベイの、じゃん、かぶり、トキ、サリーちゃん。これかぶってないね、サリーちゃんね。はい、皆さん、終わりましたよ。ラスト1パックです。これがミニストップで、ゲットした1パックです。怖いな。いきます、じゃん。お、あともうすぐ、あれ、これ出たっけ。出たね、これ多分ね。はい、かぶり、かぶり、かぶり、あ、出てない。あ、だかぶり、え、待って、もう次でラストで、あ、違うか。かぶり、かぶり、まさかの全かぶり。皆さん、めっちゃかぶりました。かぶりの量だけでこれです。はい、今回出たのがこんな感じ。まずね、スーパーレアかな、あの、結構いいカードは白ひげ、エドワード・ニューゲート、エース、あと杯ですね。え、めっちゃ嬉しい。これかっこよくない。まあね、ちょっとごめん、あんま杯のアニメの中ではあんまりなんですけど、エース殺したからあんまりなんですけど、これはめっちゃかっこいいと思う。ほら、え、ここさ、ヒカの目、うわ、かっこいい、ガチで。で、こんな感じですね。え、これ超嬉しい。ドグラ可愛くない。はい、え、今回さ、やっぱね、頂上決戦だからマジでいいキャラがいっぱいいて嬉しいです。うわー、モリア、え、マジさ、ローが嬉しい。本当にマジかっこいい。戦闘丸とかね、そんな感じです。うわ、これ嬉しいな。でもまあね、本当に買えない人も結構いっぱいいたから、もう買えただけでも嬉しいです、マジで。そのパラレル出なかったけど全然いいです。うわー、いいね、いいね、マジいいです。まあ、結構かぶっちゃったけどね。はい、こんな感じです。ということで、今回新しく発売したワンピースカードゲーム頂上決戦13パック開封しました。前回よりめちゃくちゃね、少ない数だったんだけど、マジ買えただけでも嬉しいし、で、皆さんどっかで見かけた方いたらぜひ教えてください、マジで。じゃあ、ということで、またワンピースカードゲーム見たいよと思った方、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。ロミの SNS のフォローもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。